はい、皆さんこんにちは、藤本です。さあ今日はですね、子犬なんですけども、まあ怖がりな子犬のお散歩デビュー方法について今日は話していこうと思います。まあね、あのお散歩デビューね、まあみんなしていきますもんね。まあ怖がりだろうが元気だろうが、ただまあ元気な子とかもうちゃ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 行くとことかはまあそこまで気にならないと思います。ただやっぱり気になるっていうのは、やっぱり怖がりなワンちゃんですよね。怖がりな子犬ちゃんが全然歩かないとか、震えるだったりだとか、怯える。まあこういったことになってると、やっぱりね、失敗するわけです。なので、まあ怖がりな子犬ほど、じゃあこういう風にしていきましょうっていうところを今日ちょっとお話していこうかなと思いますので、これからお散歩デビューされる方、ね、ワンちゃんちょっとね、苦手なんです。人が苦手なんです。車が苦手なんですって方は、ぜひ、チェックしてほしいかなと思います。では本題に入る前にお知らせなんですけども、この YouTube の他にですね、ブログ、あと Instagram しています。ブログの方は僕の思いを発信しています。 Instagram に関してはここ行こうっていう僕のお店の様子をアップしています。下の概要欄ですね、それぞれチェックできますので、よかったらねチェックしてみてください。はい、というところで、ね、怖がりな子犬の散歩デビュー方法ってことなんですけども、結論からいきます。まあ、静かで何もいない場所から始めることです。はい、まあ、要は車とか人とか他のワンちゃんとかがね、やっぱ怖いんですよね。なんだこれ、なんだお前みたいな感じで、もう刺激が強すぎるんです。なので震える、怖がる、歩かない、動かないっていうことにつながってきやすいんですよね。で、それを繰り返していると、外に出たがらなくなります。それはそうですよね。なんだ、要はね、外出たら怖いんで、行きたくないとかなるわけじゃないですか。なので、やっぱり外も、怖くないよっていうところをね、やっていかないといけないので、まずは静かで何もいない場所から始めるっていうことなんです。だからまあ僕をよくね、おすすめしてるのは公園ですね。まあ公園とかもね、人がいる時間帯とかやっぱ避けてですけどね。できるだけ避けて、静かで、ね、他の人とか犬とか電車とか何も通っていない静かな公園から、ゆっくり走っていくわけなんですね。まあそういった形で、まあ基本的にやっぱ、まあ、こういうのもね、スモールステップです。スモールステップ。まあ少しずつ刺激を強くしていくっていうのがめちゃくちゃ大事かなと僕は思っています。はい。で、まあ、ね、そういった形でね、ぜひね、怖がりのワンちゃんっていうのはやってほしいかなと思います。なるほど、わかりました。今日ちょっとね、そういった視点でやってみますって方、よかったらいいね、コメントいただけるとね、励みになりますので、よかったらお願いします。じゃあ、話し方聞かれましたね、今。じゃあね、今日からすることということで、具体的な、方法を少しね、お話ししていこうと思いますので、今日から実践するときにどういう風に実践したらいいのか、ぜひ宿題チェックしてみてください。では今日の宿題はこれです。はい、じゃあですね、今日は怖がりのワンちゃんのね、散歩デビューということでお話しさせていただきました。まあ怖い、外出てもすごい怖いですって方は、やっぱりね、まあ地面に匂えるとか、ちょっとうろうろする、できるぐらいまでの刺激の場所を選んであげましょうということです。じゃあ、どういう風にしていくんですかってことなんですけれども、じゃあ、例えば、お家があります。で、良さそうな公園がありました。ただ、ここ、200メートルぐらい距離あるんですよね、みたいな。それで車バンバンなんですよ、みたいな。はい。そういった時は、まあまあ、できるだけね、車が通らない道を使いながら、抱っこでいいです。抱っこでもいいので、そこに連れていってあげてください。はい。抱っこで連れて行ってあげて、で、下ろすじゃないですか。で、まあ、刺激ないですね、他ね。で、そこで、ぐい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 歩きなよではなくて、じーっと見守ってみてください。おそらく勝手に匂ったりとか、ちょっとクンクンしてみたりとか、ちょっとテクテクテクって歩いてみたりします。はい。それを、もう1時間ね、そこずっとしょってもいいわけですよ。要は刺激にならさなきゃいけないんで、刺激にね。歩くことがメインではないんで、距離を稼ぐことではメインではないです。そこの刺激になれるということがメインなので、そこでじーっとするだけでも十分いい練習になってくるわけです。最初は。まあ、そういった感じで、焦らない。スモールステップです。で、やっていくとうまくいきますので、ぜひ、抱っこでついていってあげてもらって、静かなところで、ゆっくりと見守ってあげることっていうのを、今日からやってほしいかなと思います。まあ、こういった形で今回は、コルヌちゃんのね、お散歩デビュー、まあ、怖がり編じゃないですけどね、お話しさせていただきました。ぜひ今日から実践してほしいかなと思います。まあ、こういった形でね、しつけ方もね、まあ、いろいろお散歩の子とかトイレとかいろいろあるわけですけれども、まあ、うちで言うとね、こういったお話を、説明会、ね、しております。はい。まあ、下の概要欄ですね、リンク貼っておりますので、1歳未満のしつけで悩む方、お散歩デビューで悩む方はぜひチェックしてみてください。
というわけでまた次回お会いしましょう。さよなら。